あ、無理か。いや、もうね、無理だよ。無理。やっほー。諦めます。やっほー。こんばんは。こんばんは。チョコー。食べよう。あれ、さっき開けれなかったんだよな。え、ほんと、あ、シールめくらなあかんのかな。シールめくったら、ほんまシールめくったらいいや。あ、本当だ。やっほー。お疲れ様です。チョコも食べるよ。これうまい。はやりを飲みます。うまっ。なんかゴンチャロフ、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 うん、こんばんは。そう、さた一日こっち終わりました。喋ることないんだけど、どうしよう。まだチョコ、うん、俺は喋ることない。今日見に行きたかったの。今日見、あ、そうか、そういうことか。そう、いいだ。今はね、かわいい、仕方ないですね。今は、しゃーないっす、うん、マウントレイニア、マウントレイニア。そう、無観客だとどう。でも目の前に 板がされて、なんか視界がバリアされてるから、なんかね、うんうん、あれでした。そこまでなんか孤独感っていうのはなかったです。配信の予告していましたか。しました。ああ、うまい。うまい。久しぶりになんかうまいもん食べた気がする。びっくりした。百貨店とかに、あそこに売ってんじゃないんですか、松坂屋。じゃあそうね。うん。どれ食べたい、リンカ。リンカも結構食べちゃった方がいいよ。じゃあ、顔食べる。顔うまい。チョコっていいな。うん、うん。これさ、マジでついてる、ついてないよな。寒いよね。いや、ついてるんだけどな。うん、なんかでもさ、うん、その事務所の人に言わんとさ、月でもらえないやつかな。でも30度に してるし、風量も今日にしてんだから。なんでなん。風量も効かないよ、寒い。そう、まだダイエット中なのでめっちゃチョコ食べちゃった。大丈夫、めっちゃ食べてしまった。特に喋ることはもうなくなりました。どうしよう。何がいい、何喋ったらいい。やばい、食べちゃったチョコ。どうぞ。いや、いらない、もういいんじゃない。もう食べない。え、一個ずつ食べよう。じゃあ一個ずつ食べよう。どっちでもいいよ。いいかも、どっちでもいい。じゃあこっちにする。なんかさ、マジダイエット中って何食べたらいいんだろうね。やっぱ食べないことはもう一番のダイエットにしか思えない。
な、鼻に悪いけど。うん、名古屋に行きたいな、おいでよチョコは溶けるからゼロカロリーだって。あ、ほんとじゃん、ありがとう、励ましよう。そうだよね、レッスンあったらないですね。多分今日とかあれ前だと思う。多分もともと多分福岡じゃ熊本かとかの全国ツアーのリハとかの予定日だったけど、そう中止になっちゃったからなくなってなんもないですね。ね、新スタジオになるらしいです。ね、楽しみ。うん。今日は何食べればいいですか。え、じゃあれ食べたい、野菜。あれ食べたい、チキン食べたい。あれ行きたい。チェゴチキンだっけ。あれでしょ。そう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 。行ったことないけど。え、チョコレート 100g あたり558カロリーって本当？やばくね。 100g って何、これ何 g まず怖いんだけど震える気が。え、待って、これやばい、459カロリーあるよ。大丈夫だ、半分にしたから、255ぐらいだ。やば、大丈夫だよ。でもあれじゃん、だってカカオ 70% とかのやつとかはさ、ダイエットいいじゃん。あ、そうなんだ。苦いやつ、うん、やっぱ甘いのは砂糖が多いからなんだけど。あ、かわいい、ハートありがとうございます。でもほんとバレンタインに渡すようなチョコだよね、これね。ね、めっちゃかわいい、ユニオンジャック。ね、かわいい。一時期これ流行ったよね、このまあ、なんだっけ、イギリスだっけ、これ、わかんない、これ国旗流行ったわ。わかんない、昔流行った気がする。ケンタッキー行ったよ、鳥の日やから。今日鳥の日なの。そうなの。え、今日鳥の日なの。わかんない、鳥の日やからって書いてる。いいなぁ、その伸びたんですよ、髪の毛めっちゃ。ケンタッキーとかもう何年行ってないんだろう。切りた、違うわ、それ何回も間違えるけど、違うけど、でも行ってないですね、ケンタッキー今日は。いや、でも今日前髪失敗しました、これ。あー、28で2話時間なかった。あ、そういうことか、28だから2話で鳥の日なんだ、鶏の日ってことか。なるほど。明日 2月29日のテンション上がりませんか。ルードしたから。なんかあんまさ、ルードしいらんって思っちゃうんだけど、うん、なんで4年、あ、でもあれだよね、なんか凍結するために。え、そうそうそう、らしいよね。あるよね、4年に1回。でも学年におった、いるんだ、すげえ。明日は4年に一度の肉の日だって。確かに2個食べたい。なるほど、2個食べたい。ケンタッキー、え、ケンタッキー名古屋ないですよね。わかります、超わかる、ね、マジでない、マジでない。え、びっくりドンキー欲しい、名古屋に。え、あるっちゃあるけどないよね。遠くない、なんかあるけど、栄と名駅に欲しい、びっくりドンキー、ね、え、びっくりドンキーが大好きなんですよ。ミスドとかも全然ないもん。ないよね、びっくりする、マジでない。ミスドないのはやばい、うん。なんかコメダとかはめっちゃ見かける。え、コメダ超あるよね、ココイチとか。コメダココイチ見つける。名古屋発祥だからお世話ないけど、
ないよね。そう、びっくりドンキ行きたい。もうちょっと増やしてほしい。今日も、ね、うまく描けた。今日もうまく描けた。どうですか、今日は何点？こっちはうまく描けた。唇は拭いてって言われましても拭けるけど、なんかそう、拭いてって言われて拭くのが好きじゃない。最高やん、最高最高。チキン、あ、トッポギも食べたい。チヂミも食べたい。昔境にミスドあったけどね。あ、あったんだ。ミスド行ったよ。ミスドのさ、あれ好き、プレーンラーメンみたいなやつ。あ、あれか、さっぱりしたやつ。美味しいよな。あれ大好きだった。美味しいよな。あれとドーナツ最強ね。モンデリング食べたい。わかる。なんか差し入れとかでしかさ、うん、ミスド食べてない、うん、本当に、ね、めっちゃ画面が黄色い。なんでや、めっちゃ画面が黄色いんだけど。え、ゴンちゃんいつだっけ黒糖。え、なんだ、3月のいつだっけ、最初ら辺だったよね。あ、そうなんだ。じゃあもうすぐじゃん。楽しみ。モンデリング黒糖美味しいよね。わかる。照明かな。照明、あ、照明確かに黄色。ゴールデンチョコレート一択。わかる。ゴールデンチョコレート美味しいよね。美味しいよな。一度食べたくなるけどないっていうね。オールドファッションも好き。わかるね、美味しいよな。チョコのやつ好き、ね、チョコついとるやつ、うん、食べたくなってくる。やっぱ照明のせいかな。黄色い。本当だ、めっちゃ黄色いよね画面。角度か、多分角度や。したら白いもん。まあいいや、めんどくさいからこうでいいや。ミスド食べたくなってくるね。いいなミスド。あれはあるよね、クリスピークリームドーナツは。あ、あれメイキンもあるよね。メイキンあるからね。食べないけど、なかなか。めっちゃ照明が癖で。クリスピークリームドーナツはあのプレーンが最強ですよ、やっぱ。でも最近食べてないけど。黄色くなってきて、ほら黄色で、うん、面白い。シンプル。変えたい。でもみんなに爪長って言われる。かわいい。でも見て、遠くから見ると確かにさ、わかる、うん、爪に見えない。うん、見える。変えます。食べることがなくなりました。それな。どうしたらいい？2 週間休みだから遊ぼうよってめっちゃ友達みたいなコメント来たんだけど。本当に休みだよね。みんな休みなのかな？暇なんですか？みんな。なんか自分たちもめっちゃ休みになっちゃったし。ね。お疲れ様です。お疲れ様です。やっぱ無理だわ。仕事は普通になし。卒業式ばかんないかどうなのか知らん。もう走ったない、走ったない、最近。なくなっちゃって。え、そうですよ。なくなっちゃったんでしょ。うん、なんだっけ。あ、ハーフマラソン。
そうそうそう、なくなったから、中止になったから走ってない。でも出たい、またなんかその出るやつがまたなんか来たら練習しようかなと思う。なんか悲しいよね、そういうのもなくなっちゃうのはね。そう、今もうね、なくなったからモチベが下がっちゃった、その走りに対しての。確かに。さらに外出ない方がいいしね、今ねえ、こじつけな理由。でもなんかさ、マスクするとさ、なんていうの、お家帰る時とかならわかるよ、うん、行く時ってさ、マスクつけるとさ、めっちゃ蒸れちゃってさ、うん、化粧崩れするのが嫌で、ね、マスクしたくないんだよね。ね、わかる。でもね、怖いよね。そう、でも怖いんだよ ね。そう、どうにかなるのかな、マジ。東京マラソンの一般中止、なんかいろいろ中止になってるんだね、やばいね、うん。ねえ、マスクしないとね。ねえ、公園もないし、みんな暇だろうな。下暇だよ、みんなも。ねえ、あ、泉はさ、インドアだからさ、もともとなんか行けるけど。いや、私も1ヶ月以下出なくても絶対行ける。わかる。のやっちゃなんかね、家でやることいっぱいある。アニメ、ね、アニメ見ること、ね、アニメとね、あのね、テラスハウスで忙しい。平和な忙しさ、マジ。そう、平和すぎる。そう、テラハ見なきゃ。で、小学校の頃とかもインドアで、夏休みとかもなんか食料とかあるじゃん、実家やから。だからもう家から出へんかったら、登校日の時とかも一人だけ真っ白で逆に浮いてた、めっちゃみんな黒いのに。そう、アニメで見なきゃ忙しい。